こんにちは出会い場就活チャンネルの清水です今日はですね知らなければまずい人事に聞いてはいけない質問という形でお送りさせていただきます。これからですね夏のインターンに参加する人が多いと思うんですけども、まあ、皆さんがですねいろんな質問をする機会があるその時ねいねこういう質問したらねプラス評価にならなくてマイナスに思われちゃうよという質問がいくつかありますすそそれはなぜなぜののかってててこことと含めてですねそのことを今日お話しさせていただきます。 行く前にです、ね、事前にに事チェックいただければと思いますとっさにしてしまった質問やです、ね、回答でマイナスの2ページを持たれないためにもですねぜひですねますまず人事に聞いてはいけない質問の1年収構成特に構成これはですね福利厚生のことを気にしてものすごく細かなことまで年間の休日は何日ですか、えー、と労働時間はどのくらいですか残業はどのくらいするんですかっていうことをですねこまめに聞きたがる人がとてもいるんですけど平均年収 福利厚生、年間休日は何にありますかでもこれ皆さん聞いて何のために聞くんだだろうってことだよね。いや年間休日が少なくて福利厚生が充実していてね給料が高いとこそれって楽してさお金だけ儲かいたいっていうふうなことしか考えてないんじゃないのって思われちゃうそういう質問をね乱発しとってあ仕事に興味がある要するに仕事をやりたいんじゃなくて。 企業のそういうとこの部分だけで企業を判断するんだなと思われちゃうそういうタイプの子だったらちょっとうちの会社に向いてないなって思われちゃうだからそういう福利厚生からどん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 聞いてくる子っていうのは仕事への興味を感じられないし待遇だけで仕事を判断するタイプなんだなっていう,うに思われるだから人事にはあまり聞いてはいけませんと言われてる内容です。 それに一番最初の取っかかりの中でそこが一番気になるっていうのはちょっと問題だよねいろいろ最後のとこまで来ていいですか自分がこの会社面白いな仕事の内容もいいし全部いいでも似たような会社が2社あってどっちにしようかってことこで最後は待遇面で決めたいそれは分かる最初のとこから待遇面ばっか気になるってことは問題だよってことを言ってるんだよだからそのことを理解してくださいそして次人事に聞いてはいけない質問 企業のホームページを見たらすぐ分かるような内容会社説明会でもすでに話した内容だよねとかこういう内容を質問する学生さんに対して企業の研究不足ちゃんと調べてないし聞いてないでしょって思われるってこと御社の給料理念は何ですか書いてある説明した御社の売上だけは教えてください見れば分かるどんな商品を扱ってますか書いてあるですから 企業をきちっと理解しようとしてないと思われるような質問はしてはいけないしそのくらい自分で調べなさい本当に入りたいし興味があるんだったら普通そのくらい調べるでしょっていうようなことは聞いてはいけませんはい次人事に聞いてはいけない質問3つ労働時間についてこれ一番目最初に言ったんですけど残業定時で上がれますか職場の仕事は時期によっても異なるんだよね忙しい時はね働かなければいけない例えば我々みたいなイベントをやってる会社は土日にイベントやるんだよ だから僕はは土日あの絶対働きたくなないんんですって言った人は無理だだよねだから自分が仕事に面白みを感じてあ土日も出なければいけないしでもそれは面白いんだったらいいよねっていうことであればいいそういう意味で言うとね残業があるかないかっていうことじゃなくって残業方は困るけどね残業があるのは当たり前なんだよね定時で上がりたい会社がいいんだったらあなたあの公務員になってください。公務員だって今定時でで上ががれることが怪しいですからね 味でそういう質問がいけないけどワークラライフバランスしか考えてないのとだってあなたたちだってさ部活でね強いよし優勝するためって言ったら朝練とかね夜練特別練習したよねだから強くなったの企業も同じ強くなるためにその業界の中でね業績を上げるためにはね普通の会社が10だったら1二やるみたいなことがあった。 もちろんそれを効率的にやる意味はあるんだけどワークライフバランスで僕はあの自分全然仕事しなくていいんです会社の他の人が頑張って給料もらえればいいんですっていうスタンスの人を取りたいとは思ってないってことなんだよね。だかからワークラライフバランスしか考えててなななないっな思われるようなこととは、ね、あなたにとっても,マイナスもしあなたが本当にそれが一番重要だと思うんだったら僕は民間の企業に行くべきじゃないと思いますけどねそういうことも含めて考えてください。 人事に聞いてはいけない質問受け身的な印象を与えるような質問これあるよねもしあのノルマノルマって言っちゃいけない目標が達成できない時ってどういうことがあるんですか仕事は研修で事細かく教えてもらえるんですか現場実習の後のあ後も現場の仕事ではないですよね僕現場の仕事嫌いなんですよねえっとこれ仕事だからまずは何でもやりたい。 そこがスタートポイントじゃないのとこれはやだあれはダメこれはダメだとかねよくそういうのってちょっと積極的にただくないけそういう風な印象の子を取ろうとは思わないでしょと、ね、基本的には何でもやりたいと思ってるんです面白そうだなって何でやってます最初は分かんないからやってみますそういう姿勢が重要だよね、まあ、人事に聞いてはいけないかというよりはそういう風に捉える質問だよ何でもやろうという気概を感じないような質問をしていけませんっていうことなんだねそして 続いて人事が分からないような質問、ね、これは TPO も含めてさこの質問人事の人に聞いて答えられないよね経営戦略これから重要なポイントは何ですかそれ経営者がそこにいるんなら聞けばいいよね経営幹部の人が経営の方向性は何ですかそれも人事の人にねまあ会社はこういう方向を考えてるんだけどね具体的に教えてくださいそれは人事の一社員が分かるべき内容じゃないよねそういうような内容をね聞かないこれはね 聞かれた側からするとこれ誰に聞くべきかっていうことの視点が乏しいタイプの人なんだなっていうふうに受け取られやすいだから皆さんもそういう質問をする時に注意してほしいってことだねそして特に質問はありません。これって本当に質問はないんですかと。普通はあるよねといろんなことの説明を受けたら「へえこれどうなってんだろうなどうなってんだろうな聞きたいな」その会社に興味があれば質問は必ずある。 質問がないってことは、興味を持ってないんだなっていうふうに思われる。そして姿勢が前向きではない。だから興味を持ってないんだな、前向きじゃないんだなっていうふうに捉えられるよ。だから質問ってね、シミさんどんな質問すればいいんだって、本当に真剣にその会社に興味があって入りたいと思ったら、気になることいっぱいありませんその気になることを聞きなさいっていうことなんだよ。それが重要で、質問がありませんっていうのはダメだよってこと。この辺を注意してください。 今の時期はまだ、ね、選考色が弱い、まあ、実際のは本番はもうちょっと先だけど人事にとってはねマイナスの印象を与えることがないように事前に、ね、準備することとこういうことを聞こうこういうことを聞いたら面白そうだなってだからワクワクするこの会社に入りたくな,るな,なりたいなってことのために質問するんだってことを意識して質問してください。そして インターンシップが決まっていれば事前にねこういうこととこういうことが気になるからチェックしようってことをしていきましょう。ねやっぱりそれは重要なことですからね。さあ清水さん夏のインターンね実はあんまりインターン行けないんですよね。受かっっちゃって受かってないから大丈夫。そういう方のためにスカウトがあります。 我々出会い場もですねスカウトサービス7月1日から始めてます是非概要欄から出会い場の会員登録を吸ってプロフィールを書けばスカウトがもらえますそれ以外に出会い場カンパニーはですね何をやってるかっていうとイベントなんですリアルなイベントオンラインのイベントを通してグループディスカッションの練習もできるそして企業からのフィードバックももらえるそして評価が分かる企業からのこの企業がこういう評価をしてくれたグルディスを見てだよそしてスカウトがかかる君うちのインターンを入れよとそしたらね 相手が興味ある会社からスカウトがもらえてインターンに参加できるこの機会を大切に使ってください概要欄からこれも出会い場の会員になっていただければそしてイベントに出るためにはガイダンスそしてプロフィールを完成しなければいけないそうしたらスカウトも来るし出会い場のイベントも出れますぜひぜひですねお申し込みくださいそれとともにですね我々8月ですね新規会員獲得キャンペーンっていうのをやっててですね今の時期はですね動画録画面接っていうのが今増えてます1分間で自己 PR してください これなかなか自分がやったものがですね、どういう風に評価されるのかわからないんですけど、なんと1日10人に限りですね、皆さんが1分間の動画を送ってくれる私が見てフィードバックを差し上げてお送りします。この機会に会員登録をして、ぜひそれにお申し込みいただければと思います。